皆様こんにちは。ビビリの家族へ行くキャンピングカー生活の小宮家です。我が家はこのキャンピングカーの中に3人で暮らしながら日本を転々と旅しながら暮らす家族です。今回は来たる猛暑から逃げるべく本州から北海道までの弾丸移動の生活模様をお送りします。これから長野市方面に向けて走っていきます。途中で道の駅小川というところで昼食を取ります。なぜここかというと、一番最初に本州での旅で引き返した場所なんですね。坂道でね、ロデオが上がれなくて下にずり落ちていくという事件がありました。まあそれによってこう僕らは旅を一回やめて北海道に戻ったっていう経緯があったんですけど、僕たちにとっては非常に思い出深い道の駅なんで、でそこのおやきがねめちゃくちゃ美味しいんですよ。ちょっと長い旅になってきますけども、行ってまいります。到着しました。本日のランチ、ふりかけだ。鬼滅ふりかけ。なんか久々にランチでお腹いっぱい食べれるんだよ。結構予算があってひもじいんですよ。じゃあいただきましょう。いただきます。お蕎麦超美味しそうなんだけど。これ食べたことあるよね。ある。あ、美味しい。めちゃめちゃ美味しいの。うん、ちょっと取り返しよっか。いただきます。いただきます。ループラインっていう方向に曲がっていきます。ぐる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 回る道ですね。曲がっていかない。あ、これだ。いきなりすごい建造物出てきて、これ到着。はい、ということで今回伺ったのはこちら、長野フォレストビレッジ。長野市から約20分の距離にある複合施設でございます。見るからにこのシャレオツな雰囲気、マルシェ、カフェに子供たちが遊べる屋内アクティビティまでが備えられている。さらに目の前に広がる湖のほとりではキャンプもできてしまう。なぜ我が家がこの場所に訪れたかというと、この男に会いに来ました。ここのデザイナー太田さん、実は彼1年半前旅の道中で知り合い、坂をずり落ちた事件の時も仕事をほったらかして我が家を助けに来てくれた旅の恩人でございます。今回彼がこの長野フォレストビレッジのデザインに関わっているということで伺わせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。吹きの塔、これうまいよね。うまいっすうまいっすいやいやいや、ありがとうございます。キャンプ行くか。はいはいはい、そのアピール感ちょっともうなかったですよ。アピールしてこいよ。キキ追いかけちゃダメ、コトちゃんびっくりしちゃうから。善光寺の7年に一度の御開帳、それにちょっとお邪魔させていただこうかなと思います。はい、この時運よくですね、7年に一度善光寺の御開帳が行われていました。今回ミスター善光寺太田さんの音声ガイド付きでお送りします。綺麗だね。いや晴れてよかった今日。これ、この善光寺っていうのはこの屋根が瓦とかじゃないんですよ。際立っていって、あの木の皮で屋根材として使われている。これは宿坊全部泊まれるんだ。泊まれたりとか、あんま泊まれないとこもありますけど、いわゆる結構質素な感じなんですよね。観光ではなく、もともとここにやっぱ全国からお参りに来る方が多いんで、それたちをあのお泊めする場所。なるほど。牛の蹄のデザインなんですよ。牛に惹かれて善光寺って、まあ、言われがあって。ここそうなんですか。ちなみにここがまた藤屋旅館っていう、はい、旅館で今は結婚式場になってるんですけど、ここの一部設計をしたのが今日ずっと泊まったあの森の駅設計士さんと一緒なんです。これ普通の樹脂の普通 の, あのグレーの缶にまだ色つけてます。これエイジング、このチームが向こうにも行ってるんです。なるほど。サビっぽくなって、そうそうそう、ここは古いんですよ。こっから新築なんですよ。この辺の汚れはまだまだとエイジングでこういうふうになってます。へ
してここから入っていくわけですね。ここからが本丸ですね。なるほど。じゃあ善光寺参ります。ちなみにこれは、ね、大正の建物。善光寺自体もね、もう鎌倉時代からあるんですけど、はい、火事とか、はいはい、いろんなことがあって建て替えが3度ぐらいは。あ、そうなんですね。ちょっとお腹空いてるでしょ。じゃあこちらをちょっと。何味？ネギ味噌チーズ。大人は何味なんですか？ネギ味噌チーズ。ネギ味噌チーズ。はい。うん。うまい。あっ。下向柱、お階段巡りと合わせて。この機会にご陰謀をお受けになり、全然空いてる。善光寺様とのご縁をより深めてください。この柱に触るだけで大丈夫です。ああ、そうなんですね。木のつながってる、あの糸木のつながってる先が、あの前立本殿って言って、一番あの7年に一度しか開かない秘仏の多分指かなんかにつながってる糸で。中は入れるんですか？これ入れます。あ、ここからは撮影を。ここからちょっと撮影します。じゃあ皆様、ちょっと行ってまいります。ね、今行ってまいりましたけども、なんて言えばいいんですかね、すごかったですね。あのお寺系はやっぱ今旅でだいぶ見てきましたけど、なんかなんていうんですかね、あっち側が入り口でこっち側がご本尊様なんですね。まあ、つまりこう縦に長い、だからなんていう、奥行き感とかすごかったですね。この善光寺の建築的特徴。伝説の焼きカレー屋さん。はい、あ、来た。あ、すげえ混んでる。しかも割と人気店なんです。どうぞ。カタカナ表記は嫌いな。焼きカレー来ました。あっ、で、やっとに。コロちゃん美味しい。めっちゃ絶対です。めっちゃ美味しい。美味しいよね。下のカリカリがめちゃくちゃ。はい、音声ガイドを務めていただいたミスター善光寺太田さん、今回登場したベンツトランスポーターのキャンピングカーレンタルしております。広大な長野キャンピングカーで旅してみたい方はぜひチェックしてみてください。ちなみに太田音声ガイドはオプションでご用意がありません。繰り返します、太田音声ガイドはオプションでございません。よろしくお願いいたします。オッケー、うん、じゃあ行こうか。実はですね、もう北海道の方に入っていかなきゃいけない時期になってしまいました。これから野沢温泉を経由して、で8日後ですかね、青森からの船に乗るので、それを目指して今北上していきます。到着しました。なんか結構安いんだね。地酒1合400円って安すぎですよね、これ。一ショップ浴びて一杯やりたいよね。はい、野沢温泉。我が家が必ず本州で寄る温泉郷でございます。湯量豊富な外湯パラダイスでございます。数ある外湯の中でも我が家がお気に入りなのはこちら、中尾の湯。中心地から少し離れてますが、非常に入りやすい温泉でございます。こちら中尾の湯には、徒歩5分の野沢温泉スキー場第2がおすすめです。オフシーズン中は無料で泊めさせていただきます。そして野沢温泉村車中泊禁止です。我が家がいつもお世話になっているのはこちら、道の駅野沢温泉。トイレを背にして左斜め前が平坦で一番過ごしやすいポイントです。野沢温泉は我が家のエネルギー蓄え所、本当にお世話になっております。フライパンでカリカリに、お、コトの好きなあんこがある。これは高菜だね。あー、来た。
伸びろ。この焼きが本当美味しいです。うん。伸びろ、うまっ。ちゃん痩せたね。やっと出てきたね、効果が。もっちゃん痩せた。うん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 。もうヘロッと食べちゃった。うん。あんこ。はい、妻の実家で2泊3日、させていただいて、かなりエネルギーチャージさせていただきました。どうしてもちょっと今日行きたい場所があって、羽黒山という山があるんですね。妻の実家に遊びに来ると必ず行く場所なんですね。今日ね、初めて娘にちょっと山のトレッキングを体験させたいんですね。で、それを一番最初やっぱ羽黒山って決めてたので、今4歳で、かなり歩けるようになってるんで、まあ自分の足で、大変だったらおんぶはもちろんするんですけど、抱っこするんですけども、ある程度自分の足で行けるところまでちょっと連れて行こうかなと思います。さあやってまいりました。今週最後のチャレンジはこちら、羽黒山。ゆとの山、ガス山と並ぶ古来主剣道の聖地、出羽三山の一つです。浮かび上がる2446という数字、これは山頂まで踏みしめる石段の数になります。往復4892段、総距離 3.4 キロの登山道、娘初の登山に挑戦です。はい、到着です。とりあえずですね、まず昼食をとってから行きます。初中飯、食事はですね、妻のお母さんが作ってくれた妄想汁ってこちら言うんですけど、タケノコのお味噌汁、タケノコご飯をおにぎりにしてきました。ちょっと揚げですね。でこちらお母さんが作ったもつ煮ですね、こちらがたくあんですね、白菜の漬物ですね、まあ、こういうのがねやっぱりめちゃくちゃ美味しいんですね。むっちゃんも結構頑張って作るんだけど、同じ味にはどうしてもならない。やっぱお袋の味っていうのがあるのかなと思います。お母さんありがとう。せーの、いただきます。初登山だけど頑張ってね。パパおんぶしないから。本当だ、チーズ美味しい。頑張って。泣いても一人で歩きなさい。はい、じゃあ行きます。羽黒山。ねえ、マンパパ。はい。なんでさ、もうパパがちっちゃくて、もうママが大きいの？え、ママのがパパより大きい？うん。辛いね。じゃあ。ことが乱暴スタイルになりました。はい、じゃあこれ帽子かぶって。いいね。すごい時間。よかったね。ここからです。登っていきます。この上まで行ける？はい、どうぞ。頑張れ。じゃあ、肩を落として、ちょっと抱っこしないよ。今日頑張ろう。あそこの急な坂道に登ろう。あそこを登り切ろう。まずは頑張ろう。
自分のペースで、疲れたら自然を見る、疲れたら周りを見て呼吸する。こんな頑張ってこっちから来たなんて最高。だよ、ガガガガ、まだまだこれからです。頑張ってね。この辺だね、鳥の主は。ほら、近いよ。羽黒さんってさ、動物見ないよね。いるんだろうけど、クマいてもおかしくないはずだけどね、この辺は。でも、聞かないね。一回も見たことないよね。こと、転ぶこともよせ、前見て前見て、後ろ向かない。歩いてる間は前向く。ちゃんと呼吸するんだよ。息止めないで、そう。大きく息して。自分のペースでいいよ。いいよ、休んでも。頑張った、頑張った。ちょっと休憩しようか。こんな行ったんだ。水前っしょ。こんな行ったの初めて。そうだね。そうだね。こんなに階段登ったの初めてだと思うよ。うん、本当に。こっち、まだ半分ぐらいです。よし、じゃあ行こうか。頑張ろう。足が痛くなってきた。階段登って。ここは長いよ。頑張れ。こっち頑張れ。辛くなってきた。どうする、やめる？え？やめる？うん、やめる。ほんと？登るのやめちゃうもん。うん。ここまで頑張ったのやめちゃうの？うん。頑張れー。え？オッケーオッケー。ゆっくりでいいんだよ、こと。急がなくていいから。そうそう。頑張れ、こと。え、まだ終わってないの？つらい、もうつらいよ。いいよ、ゆっくりで。スタートじゃないかな。確かさ、え、まだあるのっていう。ここからも長いんだよね。まあまあね。あ、目食べて元気出たでしょ。よし、行こう。ほら、あそこだ。見えてきた。赤いの分かる？あっちに。頑張れ、こと。よし、もうすぐだよ。ということで、なんとかギリギリのところで羽黒頑張って登り切ってくれました。登りの疲弊っぷりを見てると下りが心配だったんですけども、娘予想外の回復を見せ、終始楽しそうに下っていきました。助走がつくのが楽しかったみたいですね。しかし安心したその時、隣を見るとある女性の膝がやられていました。ママ、ちょっとね、ママ、ママの膝が踊り始めました。大人も子供も楽しめる羽黒さん、おすすめです。ぜひ伺ってみてください。ということで、九州鹿児島から始まった今回の旅はこれにて一度幕を下ろします。思えば出会いに恵まれ、人々の優しさに包まれた旅でした。そして応援してくださる皆様のおかげでこの旅が成り立ってます。ありがとうございます。北海道に入った我が家はロデオを最強キャンピングカーに仕上げるために様々な改造を施します。こうご期待ください。